中山正史中山正史は、静岡県志田郡岡部町出身の元、プロサッカー選手、サッカー指導者、サッカー解説者。ポジションはフォワード。日本プロサッカー選手会名誉会長。ゴンあるいは、ゴン中山の愛称で知られる。名付け親は、元サッカー選手のスキガ正宏。愛称の由来は、大学時代、当時の先輩に、 俺たち表金属に登場したビートたけしふんする鬼瓦剣作りに顔が似ていることから他に中山隊長隊長の愛称がある1996年から1998年までジュビロ岩竹キャプテンを務めた日本代表として 1998FIFA ワールドカップ 2002FIFA ワールドカップにも出場1998年の FIFA ワールドカップ本大会で日本代表初ゴールを決めている。J リーグ最優秀選手賞1度受賞、得点王2回、ベスト114度受賞した経験を持ち、J リーグシーズン最多得点、J1 での最年長記録、W 杯本大会日本代表初ゴールなどの個人記録なども持つ。国際試合における最短ハットトリックのギネス、世界記録保持者でもある。なお、 2016年3月に佐藤久とに抜かれるまで通算 J1 最多得点記録保持者、同年11月にステファン・ルチアニッチに抜かれるまでハットトリック連続世界記録保持者であった。妻は女優、タレントの生田智子で2004年に誕生した長女がいる。ジップの中山義介は元岡部長長議会議員である。 学生時代静岡県立藤枝東高等学校ではエースストライカーとして活躍し高校2年生の1984年は全国高校サッカー選手権静岡県予選を勝ち進み当時対等していた東海大学第一高等学校と決勝戦で対戦絶対的劣勢が予想される中カウンターから 中山のゴールで先制すると3から1で勝利し、第63回全国高校サッカー選手権大会の切符を手にした。本大会では準決勝まで駒を進めたが、長崎県立島原商業高等学校との対戦で PK の末に敗れた。しかし4試合で1失点もせず、中山も4試合で2ゴールを挙げ、得点源として活躍した。1八十六年、 筑波大学体育専門学群に入学して、週級部に入部、伊原正美とは同期で、センターバックでコンビを組んでいた。二人は、ユース代表でもセンターバックを務めた。当初、静岡県選抜でも、経験のあったディフェンダーを務めたが、後に、先輩の長谷川健太らの助言で、本来のセンターフォワードに戻った。ヤマハジュビロ岩田年、ヤマハ初動機に入社し、 サッカー部に入部。当時のヤマハは完全プロへの移行はなされていなかったため、サラリーマン生活も経験した。同年の第1回ダイナスティカップ北朝鮮戦で日本代表デビュー。翌年、ヤマハ発動機サッカー部が J リーグ開幕10チームから落選をすることが決定すると J リーグ参戦が決まった新規クラブの清水エスパルスからオファーを受けるが誇示し、ヤマハに残留した。 1993年秋の 1994FIFA ワールドカップアジア予選での熱いプレーや、活躍また陽気なキャラクターが話題となり一躍全国区の人気者となるまたこの年ジュビロ・イワタは JFL 一部で2位となり1年遅れながら悲願だった J リーグ昇格を果たした1994年ジュビロ・イワタの J1 昇格により中山は J リーグデビューを果たし、3月19日の第3節ベルディ川崎戦で J リーグ初ゴールを決めるなど開幕当初は試合に出場したが、前年までの代表及びクラブでのフル稼働が原因で、地骨結合炎及びスポーツヘルニアが悪化し、4月末に戦線から離脱。当時の日本のスポーツ医学の立ち遅れで、同様の故障で引退に追い込まれる選手もいたが、 同様の症状に苦しんだ経験のある菊原志郎や福田正宏に助言を受け専門医のいるドイツで手術を受ける。以後リハビリが続き8ヶ月もの間ピッチを離れシーズンを棒に振った。1995年に怪我から復帰し開幕から好調なスタートを切った。元イタリア代表サルバトーレスキラッチとのコンビは J リーグ最強の2トップと言われた。1997年は ルンガや山本まさにらとのトレーニングにより、オフ・ザ・ボールの動きの質に改眼。第2ステージ、9月20日のベルディ・川崎戦では自身、J リーグにおいては、自身初となる、ハットトリックも記録するなど、結果を残して、ステージ優勝に貢献。鹿島アントラーズとのチャンピオンシップでも3ゴールを挙げて、MVP となる活躍を見せ、岩田のリーグ初制覇に貢献した。 同年のリーグ戦では4月15日の対セレッソ大阪戦での5得点を皮切りに4月18日の対サンフレッチ広島戦で4得点4月25日の対アビスパ福岡戦で4得点4月29日の対コンサドーレ札幌戦で3得点と4試合連続のハットトリックを記録しギネスブックに掲載されたこの荒稼ぎで第一ステージ制覇に貢献 ワールドカップでの骨折のためナビスコカップの優勝はピッチで味わえなかったものの、後半戦も1試合1点のペースで得点し続け、シーズン合計では27試合出場で36得点を記録し当年度の得点王、MVP 獲得など個人タイトルを相なめにした。しかしチャンピオンシップでは、前年の雪辱を期する鹿島に敗れ、リーグ優勝を逃す。 1999年に J リーグ選手、協会副会長に就任。コパアメリカに招待された日本代表にも招集されるが、アルゼンチン合宿中に右眼過程骨折で帰国し、手術。失明寸前の重傷で復帰まで1年近くはかかるという意思の生死を振り切って2ヶ月で復帰した。それ以外にも手の骨折など怪我に苦しみ、満身そういながらも、 清水とのチャンピオンシップでは2ゴールを上げ制覇に貢献。なお、第1戦の PK による V ゴールは彼のプロ生活初の V ゴールであった。2000年前期は故障もあって思うような活躍ができず代表からも外され不本意な時期が続く。しかし、夏以降は本来の実力を発揮し J2300 ゴールを達成、11月23日のサンフレッチェ広島。 戦で自身通算7回目となるハットトリックを記録するなどシーズン通算でも20得点を記録し J リーグ史上初の2回目の得点王を獲得する。なお2月16日に行われたアジアカップ予選の対ブルネー戦において試合開始3分15秒でハットトリックを記録し国際試合における最短ハットトリックとしてギネスブックに掲載された2001年に 伊原正美に代わり J リーグ選手協会会長に就任。前年からの校長を続け、代表にも復帰。クラブは第1ステージを圧勝し、第2ステージも2位と年間を通して強さを発揮するが、チャンピオンシップで鹿島に敗れ年間優勝を逃す。さらにナビスコカップ決勝でも横浜 F マリノスに PK 戦の末破れるなど、無冠に終わる。2002年、 W 杯からのリーグ再開後にはゴールを量産し、得点王となったチームメイトの高原直宏に次ぎ、日本人としては2位となる16ゴールを挙げ、岩田の両ステージ制覇によるリーグ完全優勝に貢献、ベストイレブンにも選出された。2003年5月20年前の地骨結合炎が再発し戦線離脱。半年のリハビリの末、終盤戦に復帰。復帰初戦となった、 東京ベルギー1969戦では、試合中にもかかわらず、中山がユニフォーム姿になると場内が騒然とした。相手、DEF、米山厚は、あれは異様な雰囲気だったとコメントするほどだった。試合後、監督の八木下正明は、当初はこの試合では起用しないつもりだったとした上で、エリア内では仕事をするのでそこにかけたとコメント。 事実投入直後のコーナーキックで岩田は同点に追いつき、その勢いのまま逆転勝利を収めている。しかしながら、最終節横浜 FM に敗れたことによりリング戦の優勝は逃す。しかし天皇杯では、スーパーサブとして、ヤマハ発動記事団以来の優勝に貢献した。2005年5月1日の柏レイソル戦での前半2分、自らが倒されて得た PK を決め、 J リーグ史上初の個人150ゴールを達成する。9月24日の柏戦では J リーグ15人目の300試合出場を達成。久々にほぼフルシーズン稼働した。2006年9月17日の川崎フロンターレ戦の後半32分に得点を挙げ、岩田が J リーグに加盟した1994年から、 J1 リーグ戦における13年連続ゴールを達成した。この記録は過去に三浦和義、沢上正明、藤田利也しか成し遂げていない記録である。2007年には5月3日の清水エスパルス戦の前半22分に PK を決め、J1 リーグ戦史上初となる14年連続ゴールを達成した。このゴール時の年齢は39歳7ヶ月10日で、 同年5月12日に当時40歳2ヶ月16日の三浦和義がゴールを決めるまで J リーグの日本国籍選手最年長ゴール記録だった。また5月28日に2001年から続けてきた選手協会の会長職を藤田都也に譲り名誉会長に就任した。2008年3月15日のガンバ大阪戦でロスタイムにゴールを挙げ、 J1 リーグ戦15年連続ゴールを達成。歴代3位となる自身のゴール時年齢記録も伸ばしている。なお J1 リーグ戦史上最年長ゴール記録は、ジーコの41歳3ヶ月、2位はその後40歳6ヶ月まで記録を伸ばしている、三浦和義である。5月25日には、ナビスコカップ清水エスパルス戦で、後半43分に CK をヘディングで決めて、 40歳7ヶ月13日の最年長ゴール記録を保持していたジーコを抜いて、ナビスコカップ最年長ゴール記録を塗り替えるで、快挙を達成したが、試合には敗れたため、本人から喜びの言葉はなかった。また、この得点が2018年現在も中山が、公式戦で挙げた最後の得点となっている。2009年シーズンは、出場機会が激減。 自身が同年42歳の高齢となったこともあり、11月9日に岩田から戦力外通告を受け、同時にスタッフとしての残留要請を受けた。しかし現役続行に強い意欲を示す中山はこれを断り、新天地を探すことを選択した。また、この年は中山と同じく岩田が J リーグに加盟した1994年から在籍し、 この年の時点で中山と共に2002年の完全優勝を知る選手であった鈴木秀とも戦力外通告を受けた。同年のヤマハスタジアムでの公式戦最終戦となった11月28日の広島戦の後半途中から出場し、当時ラモス類が保持していた J1 最年長出場記録を更新。試合後には中山が挨拶を行い、サポーターへの感謝と、 現役続行への意欲を表明した。最終節のビッセル神戸戦での出場機会は回ってこなかったが、試合後両チームのサポーターの声援に応え、1万5000人の拍手を浴びながら岩田での最後の試合を終えた。コンサドーレ札幌対談発表後、ロアスソクマモト、横浜 FC、コンサドーレ札幌 FC マチダ、FC 町田ゼルビア、ビファーレン長崎、 藤枝美ベックのロッククラブが興味を示し、獲得の意思を表明。年俸提示は最も低かったが、グラウンドに立つための体のケアを一番に考え、施設や医療体制が充実している札幌への移籍を決断した。12月24日に開かれた移籍会見では、現役生活が一番幸せ。やめたり、諦めたりするのはいつでもできる。 無様な姿を晒すかもしれないが、それが僕のサッカー人生と、あくまでも現役にこだわり続ける姿勢を表明した。2010年シーズンは途中出場で、主に出場するも、得点には至らなかった。また、11月に、膝の手術をした。2011年は、前年の手術した膝の影響もあり、試合にはまともに出られず、9月には、両膝関節炎になってしまい、 この年は公式専務出場に終わった。しかし、来季も現役続行の意思を示し、また所属する札幌の J1 昇格が決まり、中山自身にとっては、来季は3シーズンぶりの J1 となることが決まった。オフには、東日本大震災の事前試合で、仙台で行われた、日本サッカー選手会、クリスマスチャリティーサッカー2011に出場し、会場を盛り上げた。また、 この際に複数の選手たちと共に被災地訪問もしている。2012年東日本大震災復興支援 J スペシャルマッチのファン投票で13万票を獲得し J リーグ選抜に選出された。11月24日の横浜 F マリノス戦で後半から途中出場を果たし45歳2ヶ月1日での J1 出場で自身が持つ 最年長 J1 出場記録を更新した。またこの記録は2020年9月23日に三浦和義に更新されるまで J1 最年長出場記録だった。シーズン終了後、現役続投か引退かの結論を保留していたが、12月に今季限りでの現役引退の決意を固め、4日に現役引退を発表した。記者会見では、 引退の原因は両膝が思うように動かなくなったことと話し、まだ未練たらたらであり、元気になったらカムバックするつもりとも述べ、またサッカーを愛するがゆえにそういう怪我も負ってしまったが、サッカーを愛したことに後悔はしていないとも語った。引退会見ではあったが、中山は、第一線を退くという言葉を使い、引退という言葉を使っていない。 また自身の引退試合の開催についても現時点で否定する発言もしている。中山の引退に対して自身のブログにて妻である生田智子代表など多くの場面で共にした三浦和義をはじめとする日本代表やジュビロ岩田、コンサドーレ札幌で共にプレーした経験のある選手や元選手、また個人的に中山を尊敬している選手。 現日本サッカー協会会長の王妃と国屋など、数多くの選手やサッカー関係者がコメントを寄せている。日本国内だけでなく、フランス市のレキップやフィファの公式 HP、AH、中国メディアの中国新聞社などが、中山の引退のことについて紹介している。引退後は、マネジメント会社アルスと契約し色々いろいろな、バラエティ番組や、スポーツ番組、ニュース番組などに、 ゲスト出演したり、第91回全国高校サッカー選手権大会決勝のゲスト解説や、第21回全日本高校女子サッカー選手権大会のイメージキャラクターを担当したりしている。2013年4月からは、テレビのレギュラー番組や初のパーソナリティを担当する、ラジオ番組などに出演している。サッカー解説は主にテレビ朝日、 スカッパーでの試合中継時に行っている。2013年10月に発売したプロサッカークラブを作ろうの CM に出演し、同作のパッケージも担当していてゲーム内にも自身が登場している。複数の会社による共同の東日本大震災被災地支援プロジェクトで福島県相馬市に屋内型の遊び場を建設する企画のみんなの遊び場プロジェクトなどにも参加している。 10月15日、2013年度の J リーグアウォーズにて、功労選手賞として表彰されることが決まり、12月10日、J リーグアウォーズにて、功労選手賞が授与された。アスルクラロ・ヌマズ2015年9月5日、岩田時代に、コーチや2004年から2006年に監督として、指揮を取った山本正国が理事長を務める JFL アスルクラロ・ヌマズの練習に参加し、 9月14日には現役復帰することが発表された。10月11日には古巣のジュビロ岩田との練習試合で実戦に復帰した。中山の影響で沼津の試合で観客が増えたり、ベンチ入りしない試合でも試合会場に駆けつけチームメイトを鼓舞するなどしていたが、2015年シーズンは試合には出場しなかった。サッカー解説者の活動も並行で継続。 J1 通算157ゴール記録を約7年間、並ばれることはなかったが、2015年11月22日にサンフレッチェ広島の佐藤久殺が、通算157ゴール目を決め中山に並んだ。また、中山はスタンドで観戦しており、現時点で追いつかれただけですからね。ここから引き離していけるように頑張れればいい。素晴らしいゴールを、間近で見させていただき、勉強になりました。 ああいうゴールを決めたいなと情熱をたぎらせてくれると中山説でコメントした。2016年シーズンも公式戦の出場はなかったがチームは JFL 年間3位となり悲願の J リーグ入りが決定した。JFA 公認 SQ コーチの資格を取得するためのカリキュラムはすでに終えているものの取得のために必要な指導実績が足りないことから2019年シーズンからは 選手兼任コーチとして、アスルクラロ・ヌマズの U-18 のコーチを務めている。2020年3月14日、日本サッカー協会が2020年度の第3回理事会を行い、そこで中山への S 級コーチライセンスを付与することが決定した。現役 J リーガーの取得は初めてとなった。ジュビロ岩田2021年1月13日。 沼津を対談し現役引退を表明せずに、ジュビロ岩田のコーチに就任することが発表された。同日に放送された報道ステーションでは、中山の特集が組まれ、テロップには現役引退と表示されたが、本人の口からは発せられず、二文字に抗いたいとコメントしている。また、YouTube にゴン中山チャンネルを開設した。1990年、 横山健造監督に選出されダイナスティカップの北朝鮮戦で A マッチデビューを果たした。以降は代表を遠ざかっていたが、1992年にハンスオフトが代表監督になると代表に復帰、主に試合終盤に投入されるスーパーサブとして活躍、第2回ダイナスティカップ決勝の韓国戦では代表初ゴールとなる同点ゴールを挙げるなど、 優勝に貢献。アジアカップでは準決勝の中国戦で決勝ゴールを決めるなど優勝に貢献した。1993年はクラブがジャパンフットボールリーグ在籍にもかかわらず、1994フィーファワールドカップアジア予選のメンバーにヤマハのチームメイトであった吉田光則と共に選ばれた。最終予選では1から2で敗戦した第2戦のイラン戦で、 途中出場から1ゴールを決めると、累積警告で出場できなかった高木拓也に代わって、先発の第3戦北朝鮮戦でもゴールを決め勝利に貢献。最終戦のイラク戦でも勝ち越しゴールを決めたが、ロスタイムに同点ゴールを決められ引き分け、ワールドカップ行きの切符を逃した。1995年のキリンカップで復帰したが、6月のアンブロカップ英国遠征にて故障し、 翌シーズンの不調もあり一時期代表から遠ざかる。1998FIFA ワールドカップアジア予選のグループリーグ最終節のカザフスタン戦で約2年半ぶりに代表へ復帰しゴールを決めるとイランとのアジア第3代表決定戦でもスタメン起用の期待に応え先制点を決め日本のワールドカップ初出場の重要な役割を果たした。翌年 1998FIFA ワールドカップにも選出されると全敗でグループリーグ敗退したものの3試合すべてで先発し最終節のジャマイカ戦では日本代表のワールドカップ初ゴールにして今大会唯一のゴールを決めるその直後の相手選手との接触で足を骨折しながらも試合終了までプレーし続けたことでその投資が称賛された 代表監督がトルシエに代わると、定期的に招集は受けるものの、若手の台頭などもあり、投落戦場を前後していた。2000年のアジアカップ予選のブルネー戦では、三浦和義とツートップを組み、ハットトリックを決めた。2002年には、世間からは中山対暴論はあったものの、リーグ開幕から不調で、直前の海外遠征のメンバーから外されたことや、 トルシエが落選をほのめかしたことから、本大会代表には選ばれないとの推測、報道が多数を占めた。しかしベテラン抜きで挑んだ直前遠征で結果が出せなかったこともあり、代表に足りない精神的支柱としての意味も含め秋田豊と共に2002フィーファワールドカップ日本代表に選出された。日本のワールドカップ初勝利となったロシア戦で後半途中からピッチに立ち、 ドーハの悲劇、1998年 W 杯、2002年 W 杯を日本代表として経験した唯一の選手となった。2002年10月、ジーコ監督就任以降も代表に選出され4試合でプレー、2003年のキリンカップ、アルゼンチン戦で先発出場。この試合が代表最後の試合となった。その他の公式戦その他の国際公式戦はスルクラロ。 沼津書籍 DVD ありがとうございます。